おはようございます。まゆちゃん、ともさん、おはようございます。ハレリア、アメン、アメン、おはようございます。ガッデムさん、おはようございます。ルルさん、ルポスさん、タイさん、おはようございます。今日はとても涼しいですね。今日は涼しいです。アンディビさん、おはようございます。モークさん、おはようございます。今日は曇ってます。そして涼しいですね。とてもいいです。やっぱり涼しいとセミが少ないですね。セミはやっぱりこう暑くないとセミって鳴かないんでしょうかね。今日はセミがほとんどないぐらいですね。 M さん、おはようございます。太平洋さん、リボンさん、おはようございます。アメン。今日は9月4日ですね。M さん、今日も大切な子たちが元気でありますように。アメン、アメン。ちょっとですね、セミの代わりになんかこう虫の音が聞こえます。皆さん聞こえるでしょうか。虫の音ですね。ヒットさん、ハレリア、ヒコさん、納豆さん、おはようございます。セスコさん、おはようございます。今日のタイトルは悪魔に敵対しよう、悪魔に敵対しようというタイトルです。聖書にはですね、悪魔に立ち向かいなさいという命令があるんです。ですね、ヤコブ4章、第一ペテロ5章だったかな、ちょっとうろ覚えですが、ヤコブ4章と第一ペテロ5章あたりにですね、悪魔に立ち向かいなさいという言葉がありますね。悪魔に立ち向かいなさい、まあ、立ち向かうという言葉と敵対するということは同じ意味としてタイトルにしました。正確には御言葉から言えば、正確に言えば悪魔に立ち向かいなさいですね。大石さん、おはようございます。悪魔に立ち向かいなさい、これは聖書の命令なんですね。悪魔に立ち向かう、エペソのですね、エペソ5章にはですね、6章かな、エペソ6章には悪魔の策略に立ち向かいなさいとあります。まあ、ちょっと似てますね。悪魔に立ち向かうことと悪魔の策略に立ち向かう、まあ、同じことと考えましょう。皆さん、悪魔に立ち向かうというのはどういうことでしょうか。マタイ5章にはですね、マタイ5章には、悪いものに立ち向かってはいけない、悪いものに立ち向かってはいけないとあります。それは矛盾しないんですね。矛盾しません。どういうことかというと、イエス様がおっしゃっているのは人間の悪い人ですね。人間の悪い人には立ち向かってはいけない、右方を打たれたら左方を向けなさいとあります。それはどういうことでしょうか。多くの人は人間に立ち向かっています。人間に立ち向かっています。皆さん、人間に立ち向かってませんか。誰か嫌いな人、嫌な人、憎んでる人に立ち向かってませんか。それはお門違いということです。私たちの敵は人間ではなく悪魔だということです。これはとても大事なポイントです。なぜかというと、多くの人は悪魔が目に見えません。悪魔の存在すら信じていません。アイポンさん、おはようございます。悪魔のですね、策略の一番は、悪魔の策略の一番は自分を見せないということですね。悪魔は自分自身を見せません。自分の存在を見せません。悪魔がいるということを多くの人は知らないわけですね。悪魔という言葉は知っています。
悪魔という言葉は知っていても、悪魔がいるということは知らないでしょう。ルルさん、悪魔はいますよね。弱った気持ちにつけ込んできます。わかります。そうですか。ルルさんは、悪魔がわかります。何人かの方はですね、悪魔の存在がわかるでしょう。でも多くの人は悪魔に騙されて、悪魔がいることがわかりません。しかし聖書にははっきりと、聖書にははっきりと悪魔の存在が書かれています。ルーさん、不安になるとどんどん不安要素を投げつけてきます。そうです。悪魔はですね、皆さんにネガティブな気持ちを与えます。悪魔は皆さんに、その皆さんを訴えます。皆さんの罪をつつきます。皆さんをこう、なんて言うんでしょうかね、まあいじめと同じですね。多くの人が人間にいじめられてますが、悪魔は人間をいじめます。人間を告発します。人間を責めます。人間を裁きます。そして、嘘を言ってきます。悪魔は、嘘の父と言われています。聖書に書いてあります。悪魔は嘘の父、神様は真理です。神様は真理ですが、悪魔は嘘の父です。ですから多くの人は悪魔に間違った思いが与えられ、その悪い思い、悪い心、悪い心は悪魔から来ていると言えるでしょう。多くの人はそのことに気づいていません。それでですね、多くの人はですね、そういうわけで悪魔に、まあ同調していると言いましょうか、悪魔に敵対してないということです。悪魔に敵対していない。太郎さん、そもそも救われるとはどういうことでしょうか。そうですね、太郎さん、最近私が言ってるのは、主の祈りにあるように、悪魔から救ってくださいという言葉がありますよね。悪魔から救われる、つまり悪魔から離れる、悪魔のコントロールを受けない、悪魔に従わない、悪魔と無関係になる、まあ、それが救われるということの一つの考え方です。天国に行くということももちろん救われるということです。神の裁きから救われるという意味もあります。ですから救われるというのはいくつかの意味があります。それでですね、皆さん、多くの人は人間に敵対し、人間が敵になっていますが、イエス様の教えは違います。イエス様の教えは、敵を愛しなさい、敵を愛しなさいっていうのは人間の敵のことです。悪魔のことではありません。聖書の教えは、人間の敵を愛し、本当の敵である悪魔に立ち向かいなさいということですね。ぜひ皆さん、これはとても大事なポイントです。多くの人は人間に立ち向かってます。悪い人に立ち向かってますが、悪魔に立ち向かってません。悪魔に立ち向かうというのはどういうことでしょうか。悪魔に立ち向かうというのはですね、悪魔が言ってることに、従わないということですよね。悪魔が悪いことをしろと言ったらば、ノー、ね、悪魔が誘惑してきたら、ノー、悪魔がですね、不信仰なことを言ってきたら、ノー、これが悪魔に立ち向かうということではないでしょうか。タイさん、主の祈りの悪魔から救ってくださいとは英語を読みから来ます。そうですね、そうです。それでですね、悪魔の策略に立ち向かいなさいというのはまさにそういうことです。悪魔がいろんな策略をします。いろんなですね、嘘を持ってきて私たちの信仰を弱めます。人間は
進化してできたんだから、神が作ったんではない、神が人間を作ったんではない、人間は猿から進化した。これはまさにですね、悪魔の策略ですね。悪魔の策略です。またはですね、お金がないとやっていけないじゃないか、お金がないと食べていけないじゃないか、これも悪魔の策略です。なぜなら御言葉は天のお父様が養ってくださり、天のお父様が与えてくださる必要をご存知だと書いてあります。それがですね、真理です。多くの人は悪魔に騙されて、間違ったことを考えていると言えるでしょう。ですから私たちは御言葉によって真理がわかります。皆さん、御言葉は光です。私たちが今御言葉を学んでいるということは光の中にいるということです。多くの人は、御言葉を聞きません。世の中の人たちは御言葉に関心がないし聞きません。だから闇なのです。闇というのは何ですか。 闇というのは御言葉がないということですね。御言葉がない、サタンの嘘だらけ、サタンの嘘だらけ、それが闇です。しかし皆さん喜んでください。皆さんは光の中にいるんですよ。なぜかというと御言葉を学んでるからです。御言葉を聞いてるからです。御言葉が光です。御言葉を聞くということは、その神の光の中にいるということです。心の中の闇が消えていくのです。心の中の闇が消えていきます。つまり間違った嘘、間違った嘘が消えていくのです。しかし信じなければダメですよ。神の言葉を信じたときに、その言葉が心の中に入ってきます。もし信じなければ光が入ってきません。イエス・キリストを信じるというのはイエス・キリストの言葉を信じるということでもあります。言葉を信じるならば、その言葉が力となり命となり光となり、皆さんの心を照らすでしょう。皆さん喜んでください。皆さんは神の光の中でいるのです。そして光の中にとどまってください。神の言葉にとどまってください。神の言葉にとどまるならば、皆さんは多くの実を結ぶと書かれています。ユウさん、ルシファーは悪魔ですか。その通りです。太郎さん、闇とは目で感じる暗さとは違いますか。目で感じる光と闇は霊的なものを、理解するためのものです。物理的な光と闇と霊的な光と闇とはもちろん違いますが、似ているのですね。似ています。物理的な光と闇で霊的なことを学ぶことができます。そういうわけで皆さん、私たちは、多くの人はですね、第一ヨハネにはですね、第一ヨハネにはこの世を愛する者は神に敵対していると書いてありますね。この世を愛する者は神に敵対している。この世は悪魔が支配してますね。ですからこの世を愛するということは、悪魔を愛するということに言えるかもしれません。悪魔を愛することは神に敵対するということです。多くの人は直接悪魔に従っていると思ってなくても、結局この世を愛することによって悪魔に従い神に敵対しているということになります。悔い改めるというのは、その悪魔に立ち向かい始めて神様に味方をする、神様に味方をする、それが悔い改めです。皆さん、罪を悔い改めるというのはそういうことです。罪を悔い改めるというのは、悪魔に従ってきたことを悔い改める、この世を愛してきたことを悔い改める、
そして、これからは神様に従って、神様に敵対することをやめ、神様を愛していく、神様を愛していく、これが信仰です。この世を愛する者は神に敵対している。聖さん、彼女と別れました。次はイエス様を愛してください。イエス様を愛してください。人生さん、十字架は安いですよ。アマゾンで安く買えます。タマさん、あ、太郎さん、なぜユダヤ人は迫害されるのでしょうか。それは、ユダヤ人は神の民だからですね。神の民だから。悪魔はユダヤ人を憎んでます。悪魔は、神を憎んでますから。ユダヤ人を憎み、クリスチャンを憎むんです。聖さん、はい、わかりました。イエス様を信じます。アメン。マルクスさん、この世から悪魔がいなくなると天国に行く理由がなくなるし、死ぬ理由がなくなるので、神様にとってはどうしてもこの世に悪魔が必要なんですよね。神様はクリスチャンを通して悪魔をに勝ってほしいのですね。神様はすぐに悪魔を滅ぼすことはできます。でもイエス様はクリスチャンの信仰、クリスチャンの祈りで悪魔を滅ぼしたいのです。モンコさん、この世を愛しません。イエス様を愛します。アメン。この世を愛する者は父を愛する愛がありませんとありますね。私たちの信仰というのは、私たちの信仰は神に敵対していた生き方から悪魔に敵対するようになるということです。もう一度言います。多くの人は神に敵対しているということです。いや、私神様に敵対してないという人がいるかもしれません。しかし、この世を愛しているならば、また不信仰ならば、結果的には悪魔に、神様に敵対しているんです。ですから、神様に敵対することをやめて、悪魔に敵対する、そのような生き方をする。それが信仰です。皆さん、簡単といえば簡単ですよね。簡単でしょ、皆さん。神様に敵対しないで悪魔に敵対する、まあ、それが信仰と言えるんです。簡単ですよね。アマゾンで旧牧師の Kindle 版の5本見つけました。そうですか、ありがとうございます。別な言い方をするとね、この世を愛していた、愛することをやめてイエス様を愛するようになる。この世を愛することをやめてイエス様を愛するようになる。これが信仰とも言えるでしょう。この世を愛してはいけないの、この世を愛してはいけないというのは、そのこの世の在り方、この世の生き方、価値観を愛してはいけないということですね。この世を全面的に否定するということではありません。イスラム教の過激派みたいに、この世を抹殺しようとすることではありません。この世を愛さないということは、この世の在り方、この世の価値観を愛さないということであって、むしろ、多くの人をサタンから救うということはしなければならない、ありません。伝道して多くの人をサタンから救う、これはある意味では、この世を愛するということになるでしょう。この世を愛するというのは2つの意味があるんですね。この世を愛する、
神様は、イエス様を使わすことによってこの世を愛したと書いてありますから、私たちは伝道することによってこの世を愛するということは大事です。しかし、この世の生き方、考え方に同調する、この世に調子を合わせるということはダメだということですね。ちょっとそこは区別しなければなりません。私たちは生き方として、価値観としてこの世を愛してはいけないということです。そしてサタンはですね、御言葉に反することをいろいろ言ってきます、一つはやはり、人を憎む、人を裁く、人を憎む、まあ、サタンがそうですからね。サタンが人を裁き、人を憎んでますから、人間に対して、サタンは人間に対して人を憎めとか裁けとか許してはいけないとか、そういう御言葉と反対なことをサタンは言います。ですから御言葉を学ぶ、イエス様の教えを学ぶということは、そのサタンの言ってることと反対なことだということですね。そこにですね、多くの人のその何て言うんでしょうかね、考え方のこのギャップがあるということですね。多くの人はサタンの言ってることに同調しているのです。ですからイエス様の言ってることがすぐにはピンとこないわけですね。そういうわけで私たちは御言葉を学ぶことによって初めて悪魔の策略に立ち向かうことができるということです。イエス様の教えを学んでこそ、イエス様の教えを学んでこそ悪魔の策略に立ち向かうことができるということです。皆さん喜んでください。皆さんは悪魔に立ち向かうことができるのです。悪魔に立ち向かうことができるのです。皆さんは悪魔に従わなくてよくなるのです。皆さんは、神の味方ができて、悪魔に対してね、私たちを苦しめる、私たちを不幸にする、私たちを滅ぼす、私たちを病気にする悪魔に立ち向かうことができるんです。悪魔に立ち向かうことができるのです、多くの人は悪魔に、やられているんです。多くの人は悪魔に、縛られているんです。私たちは悪魔から解放されるのです。御言葉によって、御言葉によって悪魔に立ち向かって、悪魔から救われ、悪魔のから解放されることができるんです。皆さん、それが、私たちの信仰です。向井さん、おはようございます。はい、皆さん、悪魔に敵対するということは、結局は神様を愛するということです。イエス様を信じるということは、イエス様を信じるということは悪魔に敵対するということであり、イエス様を信じないということは神に敵対することです。もう一回言います。大事なことです。イエスキリストを信じるというのは悪魔に敵対するということです。そしてイエスキリストを信じないということは神に敵対することです。皆さん、イエス様を信じるということは大事だということは、分かったと思います。イエスキリストを信じなければ、悪魔に勝てない、悪魔にやられてしまうということを理解しましょう。イエスキリストを信じるということがとても大事だということが分かったと思います。モーカさん、悪魔の奴隷から解放されました。もっともっと解放されたいです。アヤポンさん、私の知り合いのアメリカ人は毎日お酒を大量に飲み、私に暴言を吐き、つらいです。アヤポンさん、そういう人と関わらないようにしましょう、ね、関わらないようにしましょう、ね、離れましょう。暴言を聞いてはいけません。アヤポンさん、暴言を聞いてはいけません。ジュデロンさん、今月の親の法事には行かない方がいいでしょうか。行かない方がいいです。仏式の葬儀は、仏式の法事は偶像崇拝ですね。仏式の法事は偶像崇拝です。行かない方がいいです。太郎さん、生きていると時々壁が現れます。これは神の試練か悪魔の
謀略なのかどっちでしょうか。どんな壁でしょうか。どんな壁が現れますか。あやぽんさん、わかりました、無視します、アメン。統一教会の方ですか。統一教会ではありません。それでは明石タイム行きましょう。イエス様を信じて、本当の敵が分かった。イエス様を信じて、このように同調しなくなった。イエス様を信じて、この世の価値観、生き方から離れるようになった。イエス様を信じて、悪魔に立ち向かうようになった。イエス様を信じて、誘惑に立ち向かうことができるようになった。イエス様を信じて、悪魔の嘘を見破ることができるようになった。証、スタート。アヤポンさん、その人に伝道してください。ね、伝道してください。伝道以外では変わらないようにしましょう。ね、伝道以外では変わらないようにしましょう。イエス様を信じて、この世が悪魔に同調しているということが分かった証。イエス様を信じて、悪魔に敵対するようになった証。彦さん、暴言を聞かないようにしてくださいね。暴言を聞かないようにしてください。暴言は悪魔の言葉です、悪魔の言葉を聞いてはいけません。悪魔の言葉を聞かないようにしましょう。吉尾さん、イエス様はなぜ女性ではなく男性なのですか。天のお父様も男性ですよね。天のお父様も男性です。ダラクさん、寝る前にキューちゃんの伝道配信していたら心地よく眠れました、アメン。ジデオンさん、やはり日本社会は悪魔の社会でしょうか。悪霊天国ですね。日本の社会は悪霊天国です。太郎さん、女性なくしては子は生まれません。神様は本当は女性ではないのですか。まあ男性女性の話はまたする時があるかもしれません。ハンナちゃん、イエス様にお祈りをしていたら蚊に刺されなくなりました。おはようございます。そうですか、すごい。イエス様にお祈りしていたら蚊に刺されなくなった。素晴らしい。タイさん、イエス様を信じて悪魔のタバコをすべて水につけて捨てました。その後、部屋の窓を全開にしたら清い風が入ってきて天国を知りました。アメン。アメン。そうですよ。タバコは、ね、悪魔の手段。タバコの悪霊の支配ですね。タバコの悪霊の支配です。アヤポンさん、神を信じるように言っているのですが、私は神を信じないと言います。そうですか。
ダラクさん、寝ながらキューちゃんの放送を聞くと夢の中でイエス様とハイタッチできます。キューちゃんのおかげで、マブダチです。マブダチ、モーコさん、本当の敵は悪魔だと分かってきました。悪魔に立ち向かいます。この間暴言を吐かれ、友人な濡れ衣を着せられました。お前の悪口や噂を広めてやると脅かされました。悪魔の仕業でしょうか。そうです。心配しなくていいです。恐れてはいけません。悪魔が脅してるだけです。心配しなくて大丈夫です。イエス様がいます。恐れないでください。ユウさん、私はタバコを吸っています。悪魔に侵されていますか。タバコの悪霊がいますね。タバコの悪霊がいます。太郎さん、聖書に書いてあることを一言で言うとどういうことですか。隣人を自分のように愛せよですね。聖書を一言で言えば、隣人を自分のように愛せよです。先日教会の集会に行ったら涙が止まりませんでした。アメン。ブドウの枝の実って何ですか。良い行いでしょうかね。私たちはイエス様とイエス様を信じて良い行いができます。神様が喜ばれる行いですね。ジュデロンさん、やはり戦後の反省はまだ足りないでしょうか。足りないというか、していないですね。日本は戦争の悔い改めをまだしていません。アイポンさん、バッコの神っていうのは多分お酒の神だと思いますね。お酒の神。太郎さん、キリスト教とイスラム教は戦争ばかりするのですか。よく見てください、ね、よく見てください。キリスト教の方から、イスラム教を攻撃するということは、まあ、十字軍の時はありましたけど、昔はありましたけど、現在キリスト教からイスラム教に何か悪いことをすることはないと思いますよ。聖書の比喩が多くて何を言いたいのかは分かりません。太郎さん、今日言ったじゃないですか、悪魔に敵対することをやめて、ね、あ、ごめんなさい、悪魔に従うことをやめて悪魔に敵対しなさいと今日学んだこと、それが聖書の言いたいことです。キリストの血は命を表しますね。永遠の命を表します。ハンナちゃん、十字架のネックレスをしていると落ち着きます。アメン、アメン。私たちは十字架を誇ります。十字架を誇ります。私たちの救いは十字架によって救われました。アヤポさん、なぜ私にだけ暴言吐くのか分かりません。他の人に優しいの。それはアヤポさんがイエス様を信じているからですね。悪魔はクリスチャンを特別に攻撃します。はい、それでは招きをしましょうね。招き。今日の放送を聞いて、あ、そうだったんだ、今まで悪魔に敵対していなかったけど、知らず知らず神様に敵対していたんだ、これからは悔い改めて、悪いことをやめて悪魔に従うことをやめよう、
悪いことをやめることによって悪魔に立ち向かおう、悪魔に立ち向かって、イエス様に従おう、神様に立ち返ろう、そう思う方はアメンと言ってください。アメン、アメン。これからは、神様に、敵対するのではなく、神様に従っていきたい、これからは悪魔に敵対していこう、どっちかなんですね。皆さんどっちかなんです。神に従うか悪魔に従うか、人間はどっちかなんです。ですから多くの人は、それがまだ、分かってないのです。あやぽさん、涙が止まりません。涙が止まりません。アメン。これからはイエス様を信じて歩もう。これからは悪魔に敵対して、悪魔に敵対して、悪魔の策略を見抜いてイエス様に従っていきたい。イエス様に従って自分の失われた人生を取り戻したい。悪魔に盗まれたあらゆる祝福を取り戻したい。これからは本当の人生、本当の人生を生きたい。もう悪魔の奴隷、悪魔の奴隷の人生はやめたい。悪魔の奴隷ではなく神に祝福される人生を送りたい方、アメン、アメン。天のお父様、感謝します。あなたの御言葉によって真理が分かってきました。あなたの真理によって、騙されていた、悪魔に騙されていましたけれど、これからは、光の中を歩みます。もう騙されたくありません。悪魔に騙されてせっかくの人生を台無しにされたくありません。イエス様が救ってくれました。イエス様が救い主。これからはイエス様に従って悪魔に立ち向かっていきます。これからは神の味方として、神の兵士として悪魔と戦います。悪魔の、嘘と戦って多くの人を救いたいです。多くの人を悪魔から救いたいです。これからは、イエス様に従います。今アーメンと言った方々が、悪魔の陣営から神の陣営に入りますよ。闇の中から光の中に入りますよ。救ってください。彼らを救ってください。彼らを救ってください。神のものにしてください。悪魔のものから神のものにしてください。私たちはもう悪魔のものではありません。私たちはイエス様のものです。イエス様が十字架の血潮によって買い取ってくれました。私たちはイエス様のものです。もう悪魔のものではありません。イエス様のものです。感謝します。多くの人を救ってください。多くの人を悪魔から救ってください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、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 アーメン。モーカさん、私はいつも標的に会います。悪魔から守っていただきたい。聖霊様が守ってくれます。聖霊様が皆さんを守ってくれますから、恐れないでください。心配しなくて大丈夫です。イエス様がいます。イエス様がいますから悪魔に立ち向かいましょう。自分の力では勝てませんが、イエス様が一緒ならば勝てます。イエス様と共に歩むならば悪魔に勝つことができます。それではまた夜7時にお会いしましょう。ありがとうございました。シャローム。ありがとうございました。悪魔に勝ってください。悪魔に勝ってください。シャローム、シャローム、シャローム。